今夜も付き合わない？決着って？あのさ、少年。悪いんだけど、そういった話は、今日はやめよう。なんだか疲れちゃった。だから今日は、そういうつもりでここへ誘ったんじゃないの。どうして人は過去にこだわったりするんだろう。過ぎてしまったことなんて取り返すことはできないのに。私たちはただ、目の前を通り過ぎていく瞬間瞬間の中でしか生きることはできない。過去にも未来にも、飛んでいくことはできない。未来は、確かにやってくる。けれどその瞬間が訪れるまで、未来はただの暗闇。何も見えない。一分後、何が起こるのかさえわからない。未来が怖くて、だから人は振り返る。振り返って過去を見ると、そこには光が照らされている。でもね、過去だって同じこと。遠のけば遠のくほど、闇の中に紛れて見えなくなってしまう。
私たちが知ることのできる領域なんて、ほんの些細なものなのよ。特に、時の流れに対しては、盲目に等しい。だから私は、今、この瞬間だけを大切にしようと思う。過去や未来のことなんて、もうどうでもよくなっちゃったんだ。
よ。そう。第三の目が開眼すると、真の知恵が湧き、万物を見通すことができる。教えてほしい？まず、一つ目の目は、どこにあるのか知ってる？ここよ。じゃあ、二つ目の目は？ここ。最後に、第三の目。それは、ここに。皆さんにお集まりいただいたのは他でもありません。一刻も早くお知らせしなければならないことがあったのです。辛いでしょうが、現在の状況を正しく把握する必要があります。取り乱さず落ち着いて心して聞いてください。
現況は芳しくありません。今のところ新たな浸水の調確実に起こります。それはもう旧来の通信回路については依然不通。脱出方法も見つかっていません。ですが、艦内レムシステムは全力を挙げて、皆さんの生命維持を最優先事項とし、そのための環境保全に努めます。また、艦外で操作可能なセンサー、ライト、マニピュレーターなどを総動員し、それらを使っての光波、電波、音波による通信の送受信の可能性を改めて検証中です。
それでは一旦は解散としましょう。何か事実がつかめるまで各自自由に行動してください。ただし何かを発見した場合は即座にレミを通じて私に知らせるということで。ソラ、ちょっといい？あ、はい。小町さん、何でしょうか？話があるの。二人で話したいんだけど。二人きりでですか？ええ、お願い。実は脱出についてあなたに一つ提案があるのよ。え、本当ですか？何かいい方法が？そうよ、あなたも知らない私だけが知っている方法。聞いたところによれば、あなた自立行動のプライオリティを入れ替えてもらったそうね。さらにレミにライプリヒに対する守秘義務意識は以前ほど強固なものではない。はい、それが何か？今のあなたなら私に協力できるかもしれない。おや、おい、ちょっと待てよ、つぐみ、ソラも。あなたは黙ってて。私はソラと二人だけで話したいの。構わないでしょ？はい、わかりました。では、中央制御室で。そうね。行きましょうか。おい、待てよ、二人とも。勝手なことすんな。そんな大事な話なら、むしろここで。黙っててって言ったでしょ。
結局のところ、俺たちには打つ手なしってことか。